はい、どうも、日本宮田金魚チャンネルです。ということで本日の動画なんですけれども、まあ、こちら目の前に映っております水作ジャンボですね。水作ジャンボを、まあ、とうとう我が家でも使用する時がついに来たなということで、まあ、こちらの使用の過程に関してですね、まあ、少し動画にできればいいなというふうに考えております。で、まあ、水作ジャンボなんですけれども、金魚屋さんとかでこの水作ジャンボを見ると非常にこうテンションが上がるというか、なんと言えばいいんでしょうね。やっぱりすごくでかいの でいつもこう使い慣れているあの小さな水作、おそらくまあ M とかが一番多いと思うんですが、それを見慣れているとですね、この水作ジャンボが、まあ、いかに大きいかということが、わかります。ちょっとまあここが割れていますね。割れていて、のりかなんかで、のりかなんかでまあ補修されている跡もあるんですが、まあ、こんな感じです。こんな感じで非常に大きいです。砂利はないですね。そこ一般的な水作だとこうそこに砂利が敷いてあると思うんですけれども、砂利はないですね。でここが多分割れてしまっているので、まあ、テープと糊で付けられていて、状態はそんなには良くないですけれども、まあ、使う分にはおそらく問題ないと思うので、でこのスポンジがすごいですよね。 こんなにこうでかくてですね、まあ、よく言うその生物ろ過のろ過バクテリアの繁殖に関して露材ですよね。露材ですとか、まあ、その表面積をいかに稼ぐかみたいなっていう、まあ、発想はあると思うんですけれども、まあ、この水作ジャンボだとかなりその表面積が稼げそうですというような印象があります。これ中の活性炭カートリッジみたいなのも、活性炭カートリッジはないんですか、ね、ジャンボには多分ないんです。ちょっとちゃんとしっかり、使える状態にセットをして、で、まあ、通常の水作ですよね。水作8コアの M とか S とちょっとそのサイズの違いを比較してみたいなというふうに考えております。はい、で、まあ、こちらがですね、水作シリーズの比較ということで、まあ、こちらジャンボですね。このジャンボ一応まあエアチューブをつないで、この裏側、後ろ側ですよね、ここにこのジョイントがついているので、まあ、ここにチューブをつけてエアを送ってあげれば、持ち帰る状態になっている水作ジャンボですと。でこれをですね、従来の、水作と比較をすると、まあ、一目瞭然ですよね。これ何個分なんだっていう、感じのサイズの差が、ありますが、まあ、当然そうですよね。制作のジャンボなので当然そうですと、圧倒的なこうサイズの差ですよね。で、まあ、このパッケージも書いてある通りですね、プロも使ってるみんなのろ過器、信頼のブランド、まあ、多分そうなんでしょうね。やっぱりどこの金魚製でも制作のこの投げ込み式フィルターを見るので、本当に信頼のものなんでしょうと。はい、ということでこのようにですね、水作ジャンボですね、水作ジャンボのまあセットが完了しましたと。でジャンボが初めてだった、あ、まあ、でこれがですね、まあ、ちょっと購入したところはちょっとあれなんですけれども、まあ、ちょっと割れていたんですが、問い合わせをしたところ、まあ、大丈夫ということで、まあ、なんかのりかなんかで貼ってくださっているので、まあ、このまま使っていこうということとですね、でジャンボ初めてだったので意外だったのが、底面ですよね。底面にいつも水作なら、砂利とか入っているんですが、ジャンボはなんか入っていないのがデフォルトなんですかね。
まあ、みたいなんですけれども、ちょっと家にですね、この五色石なんかそんな感じのやつがあったので、まあ、これそこの面、底面に、敷きましたということで、まあ、こんな感じで回していくと、一応ですね、まあ、これたらい120リットルなので、こちらもまあいつもの、アクリルケースですね、アクリルケースに、このサンゴ砂で、あと、まあ、こちらにもですね、この五色石、まあ、これ余ってたので入れただけですと。で、サンゴ砂もちょっと足りなくなったので、まあ、こちらに入れて、まあ、この2本の、投げ込み式フィルターですかね、まあ、1個水作のジャンボと、まあ、アクリルケースですと。で、まあ、本当はやばい露材を入れたかったんですが、本当にありがたいことにですね、まあ、大好評でちょっと在庫もなく、また入荷待ちになったので、まあ、このサンゴ砂と五色石ですねで いけたらいいなというふうに考えております、まあ、なのでよくあるなんて言うんでしょうね、まあ、水作ジャンボをよく見ると思うんですけれども、実際に使うってなると、まあ、ちょっと嬉しく興奮もしたので動画には残したものの、はい、でこちらがですね、まあ、使用を開始して2月ぐらいですかね、2月ぐらいが経過した製作のジャンボとアクリルケースとなります。ただいまですね、水温が3度ぐらいですかね、3度ぐらいですと、そうですね、2度か3度ぐらい で、まあ、水もかなり冷たくてですね、もう本当に水を変えることはまあかなり減ったんですけれども、足し水であったりですとか、あと、網で糞を取ったりするときに、まあ、かなり冷たい水温で本当に手がキリキリとするような冷たさですよね。これがですね、まあ、使用を開始して稼働2月ぐらいですかねの、ジャンボとなります。ちょっとまあ茶ゴケが優勢ですかね、茶ゴケが優勢なので、まあ、茶ゴケを洗い落として、同じようにまあ太陽光に当ててやれば緑ゴケが生えてくると思うので、まあ、また良きタイミングでその対応をしたいと思うのと、でこれがですね、まあ、壊れていた、まあ、ケースが割れていたものは届いたというようなご説明をしたんですけれども、まあ、今のところ多分普通に使えているというような状況ですね。はい、で、まあ、肝心のろ過に関しては、まあ、多分やっぱり本当にどこの金魚屋さんでも絶対見ることがあると思いますし、おそらく、最適なろ過に配慮されて、まあ、作られた投げ込み式フィルターだというふうに考えるんですけれども、まあ、おそらくやっぱりその効果っていうのはある気がしていて、でただまあやっぱりどんなフィルターであれ、まあ、やっぱり水替えですよね、水替えありきだとは思うので、そういった意味でのバランスとかも考えながら、いろいろと試してみるのも面白いのかなというふうに考えますと、でこちらがアクリルケースの方ですね、まあ、これもやっぱり茶ゴケ優勢なので茶ゴケを落としてあげて、まあ、2個当たればまた緑ゴケが入るんじゃないかというふうに考えます。はい、まあたらいで使用しているんですけれども、まあ、外に出してみるとこんな感じに映りますというところですね。まあ、緑ゴケもところどころ生えている印象なので、まあ、茶ゴケを磨き落として、継続して使用しながら、まあ、太陽光が当たる環境であれば、おそらくまあ時期に、緑ゴケ優勢になってくるんじゃないかというふうに考えております。でこの中ですね、プラストーンが入ってたのかちょっと忘れちゃったんですが、確かプラストーン入っていると思うんですけれども、まあ、中にですね、まだスペースの、余裕がありそうだったので、まあ、これもやはり中国から個人で輸入させていただいたヒダヒダですね、ヒダヒダの露材を、まあ、入れて使用しております。でこの底もですね、砂がもともと砂利とか入ってなかったんですけれども、五色砂ですかね、五色砂を敷き詰めて使用をしていると、
これも前説明をさせていただいた通り、まあ、割れて補修されたものが届いたんですけれども、一応まあその売り主様に確認をしたらですね、そのまま使えるというようなこともおっしゃっていたので、そのまま使っているんですが、今のところ特に問題はなさそうです。まあ、唯一言うとするなれば、見た目的に悪いのと、本当にこのセロハンテープとかこのボンドっぽいやつですよね、こういった成分とかが溶け出して何か影響がないかどうかという、まあ、心配はあったんですけれども、魚自体にそういった影響というのは、まあ、現状なさそうだったので、おそらく大丈夫なのかなと、いうような印象です。なので、まあ、2ヶ月ちょっとですかね、実証した水作ジャンボの様子はこんなところとなりますという形ですね。